シネマズたまたまドライブ、お越しの皆さん、こんにちは。藤原達也です。有村架純です。ミステリーコミックの傑作、僕だけがいない街がついに映画になりました。この作品は謎が謎を呼ぶミステリーで、犯人は誰なのか、なぜ僕は小学生になってしまったのか、なぜ時間が巻き戻ってしまうのか、見どころ満載の映画です。それでは3月19日公開、僕だけがいない街の予告編をどうぞ。数々の漫画賞を獲得したミステリー漫画の傑作、待望の映画化。またな、時間が巻き戻る。リバイバルってことか。事件を防がなければ時間が巻き戻る。リバイバルという現象に巻き込まれた男。藤原さん、母さん、何か変な感じしない？未来さえ分かれば大切な人の命を救えるはずだった。時が進み始めた。母さんが気づいた。母さん、起きろ。嘘だろ。なんで俺小学生だ。朝はそこ、朝はそこにして。分かった。雛月海は殺される前に戻ったんだ。奇跡の夜。二つの事件の謎を解くため。待て、里の先に行かれるのっておかしいでしょ。現在と過去を行き来し、する人を守れ、成し遂げるんだ今度こそ。信じる。里さん、犯人じゃない。信じてくれてありがとう。途中で投げ出すんじゃないよ。お前のこと理解する気さ。いいよ。